スターレッケリアは中世代三畳期中期に現在の南アメリカに生息していた草食の単有味類。学名は発見者ルドルフ・シュターレッカーにちなむ命名である。全長4メートルで三畳期の単有味類としては大型である。牙はなく他のディキノドン類と異なり頭頂骨は前の骨で覆われず全体が露出している。ディキノドン類に 特徴的な角質のくちばしは、先が鈍い。コックスは、これらの特徴から、スターレッカリアカを、カンネメリアカとは別のトガであるとし、原生の白菜と同様な植生に結びつけた。この三畳期中期リキノドンの二分法は、ザンビアやインドで発見された化石にも適用された。なお、コックスは、ローマーと、プライスがこの属の別種としたやや小型の化石を、 新しいバリスマ族と命名したが、ルーカスは、これがヒューネが最初に発表したスターレッケリア・ポテンス、ダネの容態であるとした。一方、ルーカスが認めた別種、スターレッケリア・インポテンスは、ブラジルのベガラにより否定されている。ブラジル南部、リオグランデドスル州のパラナ堆積層から出土した、化石により知られた。この化石は長らく、 中ビンゲン大学が資料として所蔵していたが、2009年4月、9年の没後40年に際して、ブラジルに返還された。リキノドン類としては一回り小さいリノドントサウルスと分布が重なり、発見も同時期である。三条期の大型草食動物としては、リンコサウルスが南アメリカでは普通に見られるが、スターレッケリアとリンコサウルスの化石の分布ははっきりと分かれており、 三畳期の地層の地質年代を確定する重要な証拠となっている。ありがとうございます。